どうも皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。小池百合子と蓮舫って究極の選択だよね。いや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 。俺選べないな。やめてください。どっちも大好きだから。知ってますけど、知ってますよ。同じカテゴリーの中入ってる。小池百合子ちょっと若くしたら蓮舫になっちゃう。そうでもないです。また変わんねえんじゃないかと思っちゃうんだけど。そんなこともないですけど、ね。選べないな。いやいやいや、あんまりやめてくださいそういうこと言うのは。なんでやめんの？ええ、いやだからほらいろいろ大変でしょ。何が大変？選挙とかがもう絡んでくる。まだ大丈夫だよ、ね。まだ平気ですけど。大丈夫だよ。あんまりほら。何？いやいやいや。え、君何？爆笑問題の一員だよね。何そのなんかお呼び腰な感じ、いやいやお呼び腰になります。爆笑問題の一員だよね、いやいや爆笑問題だから社会派の、いやいやだから何言ってんの。そうちょっと慎重に なっちゃうんですよ。なんでだよ、いやだからやっぱこれまだ大丈夫だよね、選挙全然告知前、告知前だよね、はいはい、全然まだだって、小池のババアだってあるだろ。やめなさい、なんで調子、あこれはまずいか。それはダメなんだ。あこれダメ、それは関係ない。これはダメ、ええ告知、ね、究極の選択だなっていう話だよ。なるほどね。うん。結構話題になってますね、やっぱね。同じカテゴリーの中で。それはいいよ。俺だって。お前の中じゃそうかもしれないけど、全然違う人もいっぱいいるんだろうし。ちょっと若くしたら蓮舫になっちゃうんじゃないか。そんなことはない。そんなことは。変わんねえんじゃねえかと思っちゃうんだよね。まあね、蓮舫さんは確かにびっくりしたね。結構衝撃的ですよね、あれね。うん。まあ、衝撃的というかね。まあどうなるのか ねあれ楽しみですけど。芸人人口読んでますよ今。あ、さすが偉いね。いやもう必ずあれは本当大好きなんで、本当に毎回あれは大好き。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。いやあれはね、あれって何。いやいや、だから笑って人類どうなんだ。どうだったの。笑って人類は読んだよ全部。笑って人類もちろん面白かったんだけども、うん、あの芸人人口シリーズね、うん、1も2もだから俺は言ってたじゃない、これ今生きるすべての人に読んでほしいっつのずっと言ってる。今生きるすべての人、あそれ今度ちょっと帯でももらおうかな、帯書いてるこれが今生きるすべての人に読んで、現代人一冊、世界の世界の現代人、世界の現代人、お前たちこの人を見よ。なんでね、兄ちゃん、兄ちゃんだよ、バカ野郎。なんならいいけどさ。どやっさ、どやっさってね。ねえ。なんだろうね。クルー師匠。クルー師匠ね。ねまあでも、クルー師匠も何回かね、郁恵師匠がもう、お亡くなりになってから、はいはいはい、まあ、中継越しだったりなんかしたけども、そうですね。ね、何回かお会いしたけど、やっぱりちょっと寂しそうだったもんね。そうですね。クルー師匠ね。ずっと、ね、痩せちゃってね、うん。そうそうそう、それはあったね。うん、だから、うん、行くよ師匠が先に行って来るよっていうね、来るよ師匠が後から来るよって感じで、まあまあまあね、そう笑っちゃダメだと思ったから、いいじゃないですか、やっぱりそれはさ、まあ今頃なんつうの、二人一緒にまた慣れて、はいはいはい、よかったんじゃないかなと思うけどね。そうですね、うん。だって寂しそうだったもん、やっぱ、クルー師匠。なんか元気なかったじゃん。まあまあまあ、そうね。確かに、それはわかるわかる。ね。鏡開きとかね。鏡開きとかね、はい、やってたよね。やってもらってましたね、うん。やってもらってた、NHK の東西で。そうそうそう。なんでね。とかよくね。なんかね、やっぱり、一時のね。うん、やっぱり、クルー師匠って言ったらもう、漫才ブームの、ちょっとね、まあ、漫才ブームの時か。漫才ブームです、まさに。まさにそうか。はい。で、春安子恵子師匠と、今、行くよ来るよが、女性漫才コンビではもうバーン。行く来るって呼んでたもんね。行く来るね。行く来るってなんだよ。師匠、来たよだからね。来たよだからね。今来たよ。来たよ。うん。そうだよね。どこ、うん、来たり行ったり。行ったり行ったり。もう大変なんだよ。来たり行っちゃったってことだよな、ね、まあな。でも芸人といえばね、まあ芸人人口もそうだけどね。はい。この間久しぶりに、うん、行くでしょ、その事務所とかにさ、はいはいはい、行くじゃん。そうするとさ、本がこういっぱい来てるわけよ。うんうんうん、溜まってて、はい。で、まあ、結構前のもあって、うん、こうもいろいろこう寄り分けて持って帰ったりなんかする、うんうん、するんだけど、はい、芸人から2冊、芸人さんから2冊ね、うんはいはい、芸人本が来てて、うん、で、買って読んだんですよ。うん、で、あ、買ってっていうか、うん、それもらってね。はい、で、まあ、本人が送ってくれたのが、事務所送ってくれたのが、一、うん、個が、
エマソ可能。おうおお。可能の、はい、もうだ、ずいぶんちょっと前だと思うんだけど、うん、あの、可愛いないでっていうね、うんうん、タイトルの小説なんだよ。うん、小説か。可能の書いた。可愛いないで。うん、どういうやつ？可愛いないで。まあまあ発音ね。可愛くないよっていうね。可愛いないで。で、サブタイトルか。ペロペロちゃんっていうね。サブタイトルか。サブタイトル。ペロペロちゃん村キャミ、村キャミだろ？村キャミが。で、キャノーがさ、キャノーはいいんだよな、可能だよ。キャノーアイコがさ、で、書いてさ、読んだんだけど、素晴らしかったね。あ、そう。うん。やっぱ才能、やっぱね、若いやつらやっぱ違う。本当に、二つ、二編ね。まあ、中編というか、まあ、短編と中編の間ぐらいの、二作品入ってて、一作は可愛いないでっていうんで、もう一個は黄色か黄色でないかっていうね。黄色か黄色くないかか。それ、二つ、二編入ってるんだけど、どっちも良かったね。あ、そう。うん。で、やっぱ上手いね、今の子は。うん。本当に上手い。だから、文章がやっぱりね、見事に、こう、なんぞ、機微というか、心の機微というかね。うん、うん。で、また、カノーもあんな顔してさ、結構やっぱりさ、繊細だから。で、ペロペロちゃんなんて言ってるくせにさ。それ村キャミなんだよ。村キャミが。で、キャノーの方もさ、キャノーじゃねえ。キャノーがさ、書いてんだよ。俺がさ、最初のやつは、まああんまりネタバレしちゃった、まあね、だからね、あれだけど、黄色か黄色くないかっていうやつは、いわゆるお笑いのね、若手の、ちっちゃなライブハウスに、まあ、主人公の女の子が、女子高生の頃から、友達に誘われて、ライブしょっちゅう見に行ってる。で、その子が、ああ、こういう世界いいなと思って、行ってみれば、その、ライブハウスの会社に、お笑いライブを主催している。だから、小島さん ?K-Pro。K-Pro みたいな感じのイメージなんだよ。で、その、やっぱそういう女の人がいて、その、すごく芸人を愛して、で、その人も好きで、で、そこに、こう卒業してから就職してっていう。で、そこに、要するにこれからさ、ほら、その、なんつうの、こう、売れるか売れないかの若手たちが、こう、毎月ライブ、毎日か、ライブやってて、そこでスタッフとして働きながら、いろいろこう、思う。はいはいはい。っていうさ、ね、あれなんだけど、まあ、見事にさ、その、いわゆる、まあもちろん、A マスト自体もさ、そういうところにいたわけだから、かつてはね。だから、そのくらい、あれが、わかるっていうかさ、リアルなんだよ。でね、中に出てくるその芸人、若手の芸人たちの、こう、やり、ネタなんかもさ、こう、チラッとこう、触れてあったりとか、それもさ、すごくさ、あ、こういう若手いるよな、とかって。で、その中でこう、いろいろ、年末年始、ね、はい、コンテスト受かった受かんないで、こう、はいろいろ、そういうのがさ、あってさ、ああ、すごいなぁと思って、で、いわゆる主人公はそのスタッフなんだけど、言ってみればその、なんていうのかな、そういう、家の実家のお父さんとかお母さん、硬いお父さんなんか、職業で、で、そことのギャップとかさ、はいはい、で、普段はその、若手たちのネタ見てるから、もう自分もこう、若手芸人にこう、ちょっと突っ込まれたらすごいうまく返したりなんかする、そういう会話をしてるけど、家ではさ、またそのお父さんなんかシャレが通じなかった。で、そこの辺のところの、いや、もう見事に表現するわけ。このキャノーがさ、可能だよ。キャノーってすごいなと思ってさ。可能って言え。やっぱり才能あんだなと思ってさ、で、なんつうのかな、その可能にとってどうして笑いっていうのが大切かってよくわかるわけ。それ読んでると、要はさ、そのいや、なんつうの、フィクションだけれどもその中での出来事に対してさ、自分だったらこう返すみたいなこととかさ、そういうのがこう綴られていくわけ。それが実は辛いこととかさ、そのいろんなことをさ、笑いにして。
こうやり取りする中で救われていくみたいなことが、うん、あキャノンはこういう風に、うん、ねこうやって笑いが救いになったんだなっていうのも感じるし、うん、あさすがやっぱ今の若手、うん、ね若手っつってもあいつもまあもう60ぐらい、そんな言ってない、なんで先輩なんだよそれ、まあ、言ってないし、まあまあ若手っていうか中堅ぐらいになっちゃうな、まあもうそうね、はいはい、うん、ねであれだけど、そういう言ってみれば出るこれから M1 受かる受からないぐらいの芸人たちなんですよ、はいはい、それぞれの、うんうん、まあこれもう ほぼネタバレになっちゃうから、まあこれ以上言ってもしょうがないんだけどさ、うん、それとだからその黄色か黄色くないかっていうのと、うん、可愛いないでってこれ、うんうん、後半のもう一遍なんだけど、うんうんうん、まあすごかった、見事だった、あそう、うん、でこれは別にお笑いっていうよりも普通の学園漫画なんだけど、うん、漫画じゃないんだよ小説って言ってたよね、そうそう、あの女子高生の話で、はいはいはい、関西のね、うん、で女子高生の話で、うん、あのねなんつうのかな、こうグループってあんじゃん、うん、女子高だからさ、うんはいはいはい、いろんなグループやって、うん、派手なグループもいればちょっとこう地味で、うんうんうんとかさ、うん、いくつかこう、あるんだよ、あるよね、きっとね、うん。で、主人公はさ、ちょっとこう、派手でもなきゃそんなに、あれでもないっていうところの、うんうんうん、割とまあ、二人、友達のたえちゃんっていう友達が、ちひろっていう主人公なんだけど、うんうん、そのたえちゃんっていう友達と二人でいつも一緒にいるって、うんうん、その子はすごい、あの、可愛らしい、うん、あの子で。でもちょっとこう、お笑い、的な子じゃないんだよね、うん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 、でその近くのグループに、うん、あのちょっと発展してた、うん、もうちょっとこう大人びたグループがいて、はいはいはい、うん、そこでの会話をこう聞いてるっていう設定、ああ面白そうだね、でこれがさ、はい、俺高校の時さやっぱりさ、うん、ほら孤立してたじゃん、孤立っつうか勃起してたんだけどどういうこと、通貨じゃねえよな。勃起もしたかもしれないけど、孤立でいいでしょ。孤立して。それで戦前ばっかやってたんだけど、うん、いいよな、こんな情報いらない。どうでしょう、蓮舫さん。こんな都民ですが、まあそんなことは。うるさいな。それでさ、で俺もあそうだったなと思うのは、うん、こう一人でこう机の前でさ、うん、こう。ね、席から離れずにいるわけ。うん、そう、周りでさ、グループが、いろんな、うん、まあ、はいはい、俺は男子校だったから、うんうん。そうするとさ、やっぱりさ、みんなさ、あいつとやっちゃってさ、みたいな、うんうん、まあ、話とか、うん、大東文化なんてさ、うん、当時さ、もう本当にあの、悪い奴はさ、うん、もう、女子大生とやりまくってたりなんかしたからさ、うんうん、でそういうね、話とか聞きながら、うんうん。で、結構面白い奴もいて、俺別に、あの、孤立はしてたけど、そいつらのこと嫌いじゃなかったから、あの、言ってみりゃ、かといったら話しかけりゃうるせえよっつって孤立するんだけど、だからなんだかわけわかんないよね、俺バカだよね。本当にわかんないよね。本当にそうだよね。ああ。なんだこいつだよね。ええ。それで、その、だから俺も自分の学生時代を思い出して、あ、そうそう、こうやって、聞きながら、で、俺はね、やっぱ当時、たけしさんとかね、オールナイト聞きながらだったし、うん、漫才ブームも真っ只中だったし、銀、うんうん、ちゃんも好きだし、お笑い好きだし、うん、自分はチャップリンみたいになりたいと思ってたし、うん、だから、こう、会話聞いててさ、あ、うん、ちょっと、うん、あの、思わずこう、吹き出しちゃったり、うん、慌てて笑うのをこらえたりとか、うん、いろいろしてたんだよね。はいはいはい、でこいつは結構笑いのセンスあるなとかさ、うん、で俺だったらこう返すなとかさ、うんうんうん、いろんな考えてたの、はいはい、そのことがさこうオーバーラップしてきて、うん、でまあそんなような生活をしてる、うん、その千尋ちゃんっていうね、うん、主人公が、うんはい、っていう話なのよ、だけどこの会話のセンスがまあ見事で、うん、そういうセンスのないことの言うことと、ちょっとそのトーコっていうね、うまい返しをする。その子がちょっと気になるんだよね、主人公の子は。その子との会話との違いとかさ、すごいね。本当にすごい。それをね、文章でちゃんと。文章でちゃんとやるし、で、とにかく皆さんに読んでほしいのは最後の本当にシーンがもう圧
巻でしたね。うわー見事っていうシーンなんですよ。ああそう。はい。すごいね。うん。これはすごいなんて。でさすがやっぱ若い。で、あの要するに。あの、キャノーにとっては、可能ね。笑い、冗談にするってことが、どれほど大切なことかとか、そういうことを感じさすのよ。どっちの小説もね。で、それが、こう、なんつうの、別に芸人の話じゃなくても、なんていうのかな、そういうもの、普遍的なものと、現代の、その、いわゆるシャバの、俺たちからしてみりゃさ、厳しいじゃね今コンプライなんか厳しいけど、はいはいはい、別にテレビの仕事してなくても学校でも、うん、やっぱりさ学校での友達同士の会話とさ、うんうん、その家での会話とかさ、うんうん、あるいはそのちょっとそういうシャレが、うんうん、あの引いちゃう人たちとの会話、はいはいはい、違うわけじゃん、うん、そうだねそういうのをさこう、うん、微妙な感じでさ書いていくわけその微妙なところはすごいねそうすごいんだよほいであのもうやっぱこれやっぱ今もう本当にさ小説書く人も多いし、うん、だからそういう意味で言うと又吉とか劇団以降のさ、うんうん、まああの品川なんかもそうだけど、うんうん、あこいつら本当すごいなって俺は常々思うけど、うん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 、やっぱりさあのカノンとかもそうだけど、うん、まあ元々エマソってさセンスはあるのは分かってるけど。うんうんうんいやーこうやって小説も書くってやっぱ若いやつはすごいなって思ったのと、うん、で芸人の本が2冊来てた、うんうん、もう1冊がさ、うん、玉袋さん美しく枯れる、ね、これもさこれ読んだらさまあさもう表紙からして全然違うんだよ可能のはさなんかすごいおしゃれな絵が描いてて、うんあの、玉野はさ、はい、もうさ、なんか敵屋のあんちゃんみたいな、どこで、このシャツ探したんだよって、あいつの写真が載っててさ、はいはい、美しく枯れるだよ。お前まだ若いだろと、俺より二つぐらいしたからね、玉袋って。あいつさ、50代のさ、芸人のさ、まあ、その、ここ数年の玉袋の。まあ、いろいろあったんだよ、ね。まあ、いろいろ激動だったんだよ。あ、俺も読んだ。今、あの、順番まで読んでないですね。半分じゃん。でさ、ここ数年の出来事とともにさ、自分がど、何を、はいはい、ね、こう、思ってたかみたいなさ、書いたんだけど、うん、まあ、とにかくさ、泣き言ばっかりたま元気だぞお前はもうさ、寂しいんだよ寂しいんだよあいつ、神さんに逃げられたらしいんだよ、どうも。俺も知らなかったけどね。ねそうなんだよ。で、博士とうまくいってないだろそう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 。で、たけしさんともなかなか会えなくなっちゃって、はいはい、家帰ると一人でさ、ただいまつっても誰からも、そう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 。お帰りの声がないなんて書いたんだよ。でもそれは自業自得だなんす。神さん早く帰ってこねえかななんす。ずーっと帰って、情けないって言ったらないんだよ、とにかく。たま。ねほんでさ、弱気なんだよ。あんなさ、若い頃にさ。そうね。あんな無鉄砲なやついなかったよ。そうですよ、本当に。本当、どこ行っちゃうかわかんねえようなさ、やつでさ、強気でいつもさ。まあでもね、寂しがり屋なのはまあわかるよ。だから見たって、あいつは。でさ、まあ、これも全部自業自得。人は優しくなければならないな。使いてあるわけ。何どうしたんだお前、玉袋。この。ね。で、ね。最近じゃね。唯一の楽しみはね。うん、孫の顔を見ることだ。もうさ、もう泣きそうになっちゃう。ね、孫の顔を見ることだけ。でね、あいつ最近ね、大泉一郎のね、孫をね、もうね、何度もリピートして聞いてんだって。それで、なんでこんなに可愛いのかよってさ、そうそうって、ね、それそれあんな名曲はないって書いてあるって。本当にさ、ね。で、まあいろんなことがあったんだよ。玉袋にもね。だからそれわかるけどもさ。それで、やっぱりね、自分はね、もう浅草キッドいつさ、まあ活動休止中だからね。いつ活動再開とかっては、うん、のも全然言えないし、
一番辛いのね、肩書きとしてね、うん、自分を漫才師ってね、うんうん、言ってたのが誇りだったけど、ああ言えないって書いたんだけど、うん、いや、いいじゃねえか、バカ野郎って思うんだよ。うん、だって別に活動休止で、ね、あの、解散したわけじゃないんだからさ、ああ漫才師って名乗りゃいいのに、あいつもまたさ、ちまちま考えてんだね、あれ。弱気になっちゃって。50代になって弱気になっちゃって急に。なんだあんな無鉄砲だったやつがさ。ねえでさ、漫才師とはもう名乗れないのが寂しいって書いてあるんだよ。いや、いいじゃねえか、漫才師って。いい。で、ね、で、だって80だって70だって80だって漫才やろうと思えばできるんだから、ねうん。博士が生きてる限りね。で、お前も生きてるよって話なんだけど、うんうん、ほいで、やっぱ、笑っちゃったのはさ、いろんな友達で言うとね、うん、今、あいつスナックやってんじゃない、うんうんうん、そうするとさ、いろんなエグゼクティブマネージャーとかね、いろいろね、肩書きあるけどね、やっぱ肩書きでいけるのはね、うん、それが肩書きがなくなった時に離れる人間もいて、そこ行くとね、スナックのママっつうのすごいって書いてあるんですよ。ね、スナックママ最強、ね。スナックママっつうのは最強だと。名刺にママって書いてある。これほど強い肩書きはない。確かにそうだな。それは妙に納得するよね。ね。すごいよね。スナックにママって書いてある。ママ。で、しまいにはさ、もうこれから俺はね、いるままでね、肩肘張っていろいろね、うん、突っ張って生きてきたけれどもね、サクサクきっと最強だみたいな、うん、ね、漫才、絶対誰も負けねえってやってきたけども、うん、そういうね、ブライ、とかね、うん、そういうんじゃなくて、はいはい、これからね、うん、やっぱ人に優しくし何を言ってんだ、玉袋お前らしくないよ人に優しく生きなきゃいけない。で、これからくだらないのがさ、これからやっぱりね、小さな幸せを見つけて、ね。売れるとか、儲けたいとかじゃない。小さな幸せを見つけて、それで満足しなきゃいけない。50代は。ああね、うん。で、小さな、例えばね、うん、春のね、うん、初めにね、うん、そよ風が吹いてね、うん、前に歩いてた女の子のスカートがね、ふわりと揺れてる、ね。そこでパンツがチラッと見える。それだけでいいじゃないかと。バカ野郎何よ、くだらないこと。小さすぎるだろ。それだけで満足だ俺はって書いてある。何を言ってんだよ、もう相変わらずくだらないこいつ。ちょっと安心したんだけど、そこ見て。でね、最近はね、うん、50も半ばを過ぎて、うん、もういよいよ60に手が届く、うん、自分はね、そうね、鏡に映るね、うん、自分の姿、すっぱだか見るとね、うんうんうん、もうとにかくね、うん、腹だけぽっこり出てて、足は細いわね、もうしわくちゃでね、なんかね、ケツに垂れちゃってしわ寄ってるしね、まあ、これがあれかと思ってね、自分かと思ってね、本当にぎょっとするって言うんだけど、それがね、でもね、やっぱ枯れるということ、これやっぱ美しく枯れなきゃいけないって書いてあるわけ、うんうん、で、ついちょっと前にね、銭湯行ったんだって、銭湯行ったらね、自分が湯船使ってたらね、ちょっとごめんよっつってね、80ぐらいのじじいがね、自分の前にね、こう股開いてね、パッて見た時にね、その自分の至近距離にその80のじいさんのね、金玉袋がね、自分の至近距離に見える。それをじっと見たらね、そのシワの寄り方、筋の玉袋で、筋の寄り方をこう見てね、これだと思ったと。それなんでかって言うとね、まるで縄文杉に見えたっつうの。くだらないよ、言ってることが。玉袋筋太郎、ね。まさに。これを目指そうと思った。目指すんじゃない、そんなものは。ね、もう情けない、縄文杉だっつうの。80のじじい。ね、屋久島の縄文杉のように。あの、筋が入ってると。俺の筋はまだ足りないっつね。玉袋のくせに。俺の筋は足んない。やっぱこういう縄文杉を目指さないと。俺はいずれに縄文杉のような玉袋を持つ男になりたい。くだらない。ほんとくだらない。すごいね。それで、だから、でもそう考えてさ、これ読んでてさ、フランス座修行時代からさ、ずっとまあ、ね、始まって、浅草キッド組んだのが1988年っつうから、まあほとんどもう、そう言いながらも、読んでるとさ、全部俺たちの歴史と重なるんだよな。ね。で、まあ年齢もさ、まあ、俺は、たちとほぼ同世代だよ。博士は上だし、玉は二つ下なんだけど、でもさ、ああ、できてねえな、俺たちは漫才師目指したけど、
できなかったなってことまで全部重なるわけ、うん、ああだからさもう何とも言えない子何とも言えないねあれね、うん、あれはもうああでもやっぱ名作だなと思って俺は読んだけど、だからそう考えるとさあのそのキャノーのやつとさ、うん、玉袋とさ、うん、二つやっぱね、合わせて読んでほしい。あの、その若い世代と、この50を過ぎたクソじじいになってる、このもう泣き言ばっかり言ってる、ね、玉袋と、はい、この、カノーと玉袋、ええ。これをね、セットで読んでるとね、うん、味わい深いもんがあるよ。やっぱりね、カノーの玉袋みたいな感じで。カノーの玉袋みたいな感じで、うんキャン玉袋みたいな感じだね。読んでほしいなと思いながらね。うん、どっちもだから本当に俺にとってはね、うん、あいいなと思いながら読んだんだけどね、うん。偶然俺もね、最近その本出したのよ。はい。芸人人口って言った。可能。偶然じゃない。玉。始まっちゃう。褒めたよね、必ず。褒めたよね俺人の本の話をしだすと全部最後これになっちゃう、ね。俺は言ったよちゃんと読んでね、いいって言ったよね、はい、聞いたよねお前承認になってくるな承認でも何でもなるけども待ってるよ、たまちゃん頼むよお前この作戦そんなにうまくいってないんだそうなんだ誰も反応してくれないんだそんなにうまくいってないんだなんだろうなそしたらこの間白山のね、ラジオ聞いてたらさ、またさ俺ピカソゲーとか、はい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 、で白山のところでさ送ったらさ、太田さんからで、芸人人口3が届きましてね、これがまたいいんだな、ザクザク言ってたけどもう喜んじゃってね、あいつがさ、これ何がいいって一番いいのはね、値段が安いだって、もうひどいあれ、あいつ褒めないね人のこと、値段が1700いくらでね。こんだけね、ページ数あってね、値段がこんだけ安いなんだ。なかなかね、これないですよ、つって、うん。それまでさ、あいつさ、前半さ、舞台の鬼平犯科帳に見に行ったってね、はいはいはい、話して、そのパンフが2000いくらで、パンフがね、高いっつってね、ブーブーも聞いてたんだよ。したら、それに比べて芸人、俺さ、そこに巻き込まないでほしいんだな。悪いけど。なんだあのパンフはとか、ボロクソ言ってんの。あいつもなんでそんなパンフレットに高いことに切れてんだかわかんない。買わなきゃいいじゃねえかって話なんだけど、してるさ、芸人人がさすが。やっぱね、値段が安い。こんだけ安くてこんだけね、あって、はい、読み応えがある。で、なんたってね、このね、帯にね、ピカソゲーってあるんですよ。これがね。これがつって、だから言ったじゃん、俺はあれピカソゲーってね。鈴木誠一さんが、もうカバーのね、想定家のもう日本のトップの人ですよ。この人がさ、まあ、全部こだわる、細部にこだわる人だから、そこに入れる文句まで全部選ぶわけ。その人が選んだんだよ。ピカソゲー、炸裂って書いてあるんだよ。だけどさ、よくよく考えてみたらさ、本屋にさ、並んでてさ、ね、例えばさ、俺のことも白山のこともそんなにラジオも聞いてない人がさ、はいはいはい、あれなんで爆笑問題を本出したんだってパッと見た時にさ、帯にピカソゲーって書いてあったってさ、何のことだかわかんないじゃん。何のことって、ね、なんの、あ、中になんかピカソのこと書いてあるのかって思っちゃうじゃん。だからあのこピカソゲーってあいつが、白山がね、作ったね、言葉にね、市民権与えちゃダメなのよ。ダメなのよ、本当だよね。本当なのよ。で、あいつがさ、またそれをいいことにさ、調子に乗っちゃってさ、ピカソ芸がまたすごいんですよ、これがなんつってさ、大喜びで喋ってんだよ。で、やっぱりね、宇田さんのね、ピカソ芸はね、なんですかね、まあ、ピカソ芸って簡単に説明しますとですね、なんつってさ、またなぞるんだよ、あいつがさ。で、あの人たまにね、シリアスなこと言うでしょ。それでね、なんかそう話してるうちにね、だんだん関係ない自分がピカソを見て、感動した話にね、無理やり持ってくんですよ。で、それがピカソ芸ですなんつってさ、ピカソ芸のさ、説明までしやがって、あいつさ。もう、なぞるんじゃないよ、そういうこと。ね。それでね、たまにサンジャポでやってるやつです。あれです。急にあの真面目な顔してる。なんか言うて、急にピカソに無理やり繋げるでしょ。あれがピカソ芸って、ね、ああいうの、あの人はやるんです。たまにああいう古速なことをなんて言ってんだよ。
白山面白いな。本当さ、俺も笑っちゃったんだけど、あれがピカソ系ってやつでね、このね、あの、三十分、で、いい方、重藤よく聞けよ、なんつったまた重藤さ、ね、重藤、ね、うん、あの、三十分のピカソ系ってさ、当たり外れあるじゃん、あの、言ってんだよ。ふざけやがって、この野郎、つって。あれ当たり外れ、当たるときさ、いいときはいいんだけどさ、悪いときは全然外れるときあるじゃない。村があんだよ、あれ、サンジャポのピカソ系って。あれ、生だからな、やっぱりな、なんてさ。ところが、やっぱりこの文字にするとさ、ピカソ系が凝縮されてるからさ、いいんだよ、なんつってんだよ。やっぱピカソ系は文字に限るな。もう最悪。あいつひどいだろ。ひどい。もうさ。もうピカソ系が一番ひどいから、最初の、ね。ピカソ系ひどいよな、あれが一番ひどかったからね。本当に。でさ、あの、なんつったってこの最初の章、神と人だよ、お前。さ、CMG って俺の最初のね、はいはいはい、統一教会のこと書いてある、はいはいはい。神と人ってタイトルのね。神と人で、うん、俺最初これ見たとき、伊集院光とラジオと思い出しちゃった。もうさ、お前そこにまで俺を巻き込むんじゃない。でんでかでん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 で、あれ見ると俺未だに震えるんだ。あの音楽聞こえるとなんてさ、トラウマになってて、神と人、伊集院光とラジオと。彼だよ、ピカソ系だよ、なんて。すごいね。うん、言ってんだよ。もうさ、調子に乗っちゃってさ、ね、散々言って、バカにしてさ。でも最初の方のあの、統一教会、旧統一教会の話とかさ、うん、確かにサンジャポでも散々やったけど。やった、ピカソ系だよ。俺のピカソ系だよ。でもなかなかほら、時間もなくて伝えきれなかったようなところも含めて、うん、すげえやっぱあの本だと分かりやすくていいよね。だからそれ、白山の言ってる通りのこと言ってんだよ。いや、ほんとそうなのよ、ピカソ系。まさにそうなのよ。で、あれ読むと、ピカソ系は文字に限るって言ったからね。文字に限る。本当に文字に限る。本当にさ、ひどい話だよ。なんだよ、本当に。鈴木さんも鈴木さんだよ、あれ。で、平積みにされた時、ね、誰がわかんだ、ピカソ系ってね。あんなのさ。ね。そしたらこの間ね、高田先生も、あの、ブログに今、ビバリンのブログに、俺の本の写真載っけて、宣伝してくれてありがたいんだけど、で、今度高田先生の今度月刊高田っていうのがさ、これが出るんだよ。で、これがもう、言ってみれば高田文雄のもう、あの、言ってみればなんていうの、今までのこう全部凝縮したような、あの、月刊花田の、パロディなんだよ。で、花田で連載したよ、俺も高田さんもさ。で、その、だから、俺前にさ、高田先生と会った時に、花田さんと久々に会ったって話したじゃん。で、日本言論の文句言ったって言ったじゃない、花田編集長にさ、昔さ、あの、だから日本言論って、それこそさ、宝島サーティーから左から右へダーってこう、連載が移動したやつでさ、で、あなた編集長にさ、あの、ウィルから、分かれて、最終的にはウィルから、ウィルで連載したのが、ウィルと花田が喧嘩して、で、あの、花田の方に行ったわけで、花田編集長が、あれだったからね。で、言ってたらさ、俺がウィルと花田の、あの、違いが分かんないっつって、ネタの中で、日本言論の中でさ、表紙が似てるからさ、どっちか変えないじゃねえか、大人げねえんだから、つったら、あの、最後ネタ上がってきたの見たら、最後、カッコ、花田でさ、向こうが帰ろって書いてあったっていう。そういうさ、あれはないでしょ、人の原稿にあんたっつってさ。その時に、高田先生との実は花田さんもいて、高田先生との対談だった。だからそれがあって、高田先生との対談と、あと、あの、高田先生、工藤館との対談と、あと、高田先生と息子さんの、ほう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 。あの、日刊でしたか、日刊だったかな、なんか、あの、記者やってるんですよ、記者。ね。その、親子対談。これ三大対談。はいはいはい。これ載ってるんだよ。これも楽しみで。それで、その後、今度はあの、高田先生の30代の頃のいろいろインタビューとかも載ってる。もう凝縮された、高田文雄が凝縮されたのが、今度月刊高田っつって、月刊花田のパルゼットとして出るんだけど、これも楽しみなんだけど、ほんで、それをさ、俺この前、あのさ、成瀬は天下を取りに行く、あの、宮島さんだっけ、宮島さんと、
一緒にあの、サイン会やってくんねえかなって話した、うんうん。したらさ、ブログにさ、高田先生が、うん、あの、成瀬を誘ってもどうせ断られんだから、うん、俺と行こうって。俺と行こうって。いいじゃん、いい。それ楽しそうだなと思ってさ、いいね、でもさ、高田先生と俺でさ、サイン会行ったらさ、もう、サイン会の時間ないよね、きっと。そうだね。もうトークショーだけでさ、2時間、3時間さ、どこ行ったって楽しいだろうけど、もうサイン会なんか、サインなんか書いてる時間なんか絶対なくなっちゃうから。ね、なくなっちゃうね。うん。そういうのに書いてあって、まあ、ブログに書いていただいてですね、うんうん。非常にありがたかったんだけどね。ねえ。うん。あの、ここのとこよくほら、TBS の中のパスタ屋さんでさ、うん、太田さんもよく食べてるじゃん。パスタ。パスタが、だから最近、潰れたんじゃないの？潰れてないのよ。潰れてないの？そうなの。で、あの、俺もたまにそこでパスタ食べるので、うん、で、大体、太田さん、こう、TBS 入るでしょ、うん、その上原くんに、そうそう、今日もパスタ頼んだんだ、ね、買いに行ってもらうじゃない。なかったみたい。そう。で、俺もたまに食べてるので、うん、マネージャーの佐藤くんに買いに行かせるんだけど、うん、あの、先週がね、うん、で、それ微妙でなんか夕方の5時半までなんだよ。で、俺が大体この TBS。5時だよ、だって俺入った。うん、そうなんだけど、うん、俺は5時半ぐらいなの、大体いつも来るのがね。で、5時半までしか、お店はやってない。だから俺5時。そうそうそう。だからそれ分かってるよ。分かってるよ。それで、俺は5時20分ぐらいになっちゃう時に、たまにアンに、先に、あの、ちょっと頼む時もあるわけ。アン経由にね、うん。頼む時があるわけよ。で、先週は、行ったら、あ、で、あの、アンに LINE して、悪いけどこの、アンって、アン・ルイス。アン・ルイスじゃねえよ。ミカでもねえよ。ね、アンケートそういえばこの間職業選択ちょっと一回だけ職業選択の自由はーんってあれ秋菜っつったでしょ、うん、あ秋菜じゃなかった、うん、あのロックンロールウィードロックンロールウィード山口百恵ちゃんの方でしたああそっか後からあれ違うなと思って、うん、まずどうぞであのこのパスタあったら買っといてくださいっつって LINE、うん、をしたら、うん、すいませんっつってもうパスタがなくなっちゃってて今はこれだけ一個唯一残ってます。まあ俺が頼んだやつじゃないメニューのパスタが一個だけ写真送られてきて、うん、で、あ、まあじゃあいいや、それでいいです、つって。で、それ買っといて、つって。で、買ってもらって。うん、で、それ先週なのよ。うん、で、その後に、上原が、大津さんのパスタを買いに行ってるんですよ。うん、いや、今日なかったんですよ。いやいや、そう、先週の話。先週も。うん、で、でしょ、うん、だからその、俺の最後一個が、買っちゃったもんだから、うん、あんが、うん、上原がお前の感じとかなかったわけ、うん、だからごめんって話最後の一個が、うん、いやだって俺5時だよでも、うん、そうなんだお前5時半なんでしょそうそうそうでただそれはだから俺が着く前にアンケイオが買いに行ってるからそれ5時半よりもうちょっと前なのよで5時だっつってんのいやだけど多分上原が行った時は多分その後だらしいのよ俺も正確な時間わかんないけど。で、今週も、俺は、あ、もう5時半になっちゃうから、アンにまた頼もうと思って、LINE をして、ちょっとアンケイ悪いけど、また、ちょっとあの、パスタ屋買いに行って、つって、行ったら、アンから LINE が来て、すいません、もう終了してました。うんうん、なって、うんうん。で、あ、そっか。うんでまだね5時半になってないからもう早いなと思って、うん、でそれでも終了しましただから、うん、それはもう今日の営業時間が終わったことなのか、うん、もう店が終了しちゃったらもう潰れちゃったのかなどっちか分かんないとで、うん、あれもしかしたらじゃあ潰れちゃったのかと思って、うんうんうん、でそれはどっちなのって言ったら、うん、いやあの今日はもうパスタが全部売り切れちゃって、うん、なくなっちゃったみたいですっつって、うんで店の人に聞いたら火曜日はちょっと人がちょっと少なめなので、うん、早くに終わっちゃうことがちょっと多くてすみませんみたいな話でしたみたいなそういうことそうなのだからいやでも前そんなことなかったよそうなのよ、うん、だから多分この4月以降で人が減ったバイトが辞めたとかなるのか派遣切りみたいないや切ったかどうか知らないけどまあ人手不足はどこもそうよそうなのどの業界でも今ほら人手不足とか関係ないんだよ最近そうなの全然食べれてないのそう、うん、だから俺も今日もだから食べられなかっただからそういうつまりそう火曜日はだから5時でもないよん言っとくけど5時でもないからねうんだからお前5時半目安にしてるかもしれないけど、5時でももうすでにもう時を。火曜日はそうらしい。
あ、そうなの。早めにもうなんかなくなっちゃう。俺たちは食いすぎてんのかな。そうなの。俺らが悪いって。毎週パスタ頼みやがったのバカって思ってんのかな。思われてんのかな。俺たまに一緒に行くときあるからね、うん、マネージャーの佐藤と一緒に二、うん、人で行って、うん、であのすいません今日もう終わっちゃいましたって断られてすごすご帰るときとかもあった。うん、なんで一緒に行くの。いやちょうど着いたときに、うん、あ今だったらちょうどいいなと思って、でしたらほらそこで見て選ぶ。じゃあお前もうパスタやめてくれ。いや俺のがなくなるから。そうだよ。そう、うん。っていうか、でも本当。禁止ね、パスタ。これから。TBS で、あそこで頼むの。まあまあ、しょうがない。禁止ね。まあ禁止じゃなくても、だから、それはさ、昔。ウニクリームパスタ禁止でみたいなことやめてくれよ。ウニクリームパスタあの後食ってねえだろうな、お前。食ってないよ。というか、あの店も。ねえか。ね、あ、ビズタワーにあるかもしれないけどね。昔は TBS 会館に、ね、そうあったんだけどね、うんうん。そうそう。ウニクリームパスタ。うまかったな、あの時な。うまかったな。禁止で出された。ということで、それではそろそろ参りましょう。火曜ジャンク爆笑問題カウボーイ。改めまして、こんばんは、爆笑問題田中裕二です。太田です。今日の東京はあちこちで雨が降ったり止んだりしていましたが、とにかく風が強く吹きました。で、今多分東京あたりは予報によるとちょうどこの夜中ぐらい相当雨風強まってるんじゃないかなと思われます。ただこの激しい雨もですね、朝までには止むという予報が夕方ありました。明日水曜日と木曜日は晴れるということですね。ただ日中28度、汗ばむような陽気となるでしょう。しかし金曜日からは台風1号の影響で雨が降り、20度前後の日が週末まで続くようですと。で、週末土日月あたりは結構傘が目立つような週間予報にもなっておりました。今日も紹介したハガキメールの方にはオリジナルステッカー、特に印象残った1名の方には番組特製のクリアファイルを差し上げます。今日の1曲目ですけども、最近うちの一番下の6歳の娘がやたら聞きたがって、お風呂入る時とかもずっとこの曲をかけろかけろと言って聴いております。友成空で鬼の宴。どっから食えばよいものか、うまいものかまずいものか、さっぱり俺にはわからない、決まりばかりの世の中じゃ。仏がいつも水を差す、我慢するのが礼儀でしょう。鬼が好みをそそのかす、お先にどうぞ遠慮なく。赤開けやその口、宴が始まんで、もったいねえや一度きり、好きなものだけ食べなはれ。死ぬも生きるも紙一重、お釈迦が雲の糸垂らす、遅くはないわおいでなさい、地獄の声が耳を打つ、踏み外すのも悪くない。甘っさかりやこの宴、今宵は返さんで、縁もたけなわ火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三話シャッター、フルタイムシステム他各社の提供でお送りします。ある日、大学生の村上はドラゴンのイルセラと出会う。
異世界からやってきたイルセラは人間界で修行をする間自分を養ってほしいらしいが、ドラゴンと食う寝る遊ぶ6畳一間のゆるファンタジー、ドラゴン養ってください。第1巻発売中、小学館。皆さん、 TBS ラジオのポッドキャスト聞いてますか？お笑い、カルチャー、ニュースにお悩み相談などなど、そのタイトルは100以上。好きな時間に好きなだけ、すべて無料でお楽しみいただけます。ポッドキャストならではの企画も盛りだくさん。新たな出会いがあなたを待っているかも。あの人の番組もあるじゃん、知らなかった。大丈夫、過去のアーカイブも聞けちゃいます。 TBS ポッドキャストで検索。 TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊マップスペクタクル。今年はこれまでにない壮大なジャズスペクタクルへ。サックスプレイヤーの熊谷俊です。会場でお会いしましょう。6月28日有楽町会いましょうにて開催。チケット販売中、詳しくは共同東北まで。火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。宅配ボックスシェアナンバーワンのフルタイムシステムであなたも一緒に働きませんか？フルタイムシステムは世界で初めて宅配ボックスを開発したギネス世界記録認定企業です。集合住宅を中心に戸建て、オフィス、店舗、公共施設などで宅配ボックスを通じ人々の暮らしを豊かにします。福利厚生など充実していて働きやすい環境です。現在社員を大募集。採用は営業、エンジニア、センタースタッフほか幅広く募集しています。詳しくはフルタイムシステム採用で検索。浅田真央です。劇場の中に氷を張ってオーケストラの生演奏とともにお届けする劇場型アイスショーを上演します。 TBS ラジオ公演エバーラスティング33が6月2日から立川ステージガーデンで開催されます。未だかつてないアイスショー、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。火曜じゃん爆笑問題ガーボーイ。さあ、それでコーナー行きましょう。今週の思っちゃった。はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に持ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。ラジオネーム小福亭グルーチョ、うん、太田さん、ボキャブラ時代はネタを作っていたことで太田さんにマウントを取ってくる人、こんばんは。いや、そんなことは一度もしない。取ってくるよね。一回もないです。俺がやってたんだからなみたいな言わないでしょ。すぐ言うよね、二言目に。そんなことない。そんなことはね。お前のネタなんかどうだってよかったんだろうね。うるさい、お前だ。今マウント取ろうとしてんの。お前だ。あ、俺必要ないです。マウンティング、太田ですから。マウンティング、なんていうんですか。もう今更別に、お前に。マウントわざわざ取る必要ない。取る必要ないぞ。お前の上に乗っかってるから。もう最初からね。じゃあいいじゃない。二言目に俺が。言ったところで、だから言ってくる。いいでしょ。何なのっていう。言わないんだ。あれはだからお前のネタなんかどうだって。いやいや。そ前後のグルーチョ待ってるんだ。グルーチョが待ってるからいいんだそんなの。6月10日に千秋直美の楽曲が全曲サブスク。そっか、今までされてなかったのね。ね。一挙配信されるというニュースを見て思っちゃった。うん、はい。千秋直美ってデパートで迷子になっている子供を見つけたときに、僕何歳？私8歳と言って声をかけたことがあると思う。そんなことわかるか、子供に。なんで私8歳？私8歳じゃない。まず僕何歳？サブスクなかった？でも iTunes では買えるんだ。あれはサブスクだから。そうかそうか、買うのはできるんだじゃない？千秋直美さんもね、本当にいいからね。ねえ。うん。でも染みるよね。そんな知らないんだよね。だから、喝采。だから、うん、改めて俺も、うん、だからこの年になって、改めて聴く曲とかを、うん、が多いんだけど、うん、やっぱこの人やっぱすごいなって思うよね。うんうん、歌のうまさね、表現力ね。うん。うん、黄昏のビーなんかいいじゃない。黄昏のビーね。ね、うん。ラジオネームどうにもならんよ。うん、あ、だから先週言ってたのはロックンロールウィードね。な、それ聞いたよ、さっき。職業選択の自由、あはは、ロックンロールウィード、あはは、だから。
ね、飾りじゃないのよ、涙は。涙は、ほほーだから。ほほえそれ最後の方だ。はぁはぁ、はぁはぁ、ほほほー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 、うーわ。袋か、お前。袋か。お前は。どうにもならんよ。太田さん、来年1月開催予定の、田中裕二還暦フェス。はい。に、なぜかネズミ先輩を呼ぼうとしている。なんでだろう。なんでかな。還暦フェスやるんですか。やらないですよ。1月。やらないです、そんなのは。やろうよ。高田裕二。高田裕二さんでな。俺の中学校の友達いるけど。高田裕二。還暦フェス。やんないですよ。どうですか。赤いちゃんちゃんこ来て。やだやだ。NHK スポーツテーマ2024、うん、2024、うん、を夜遊びが担当するという、はい、ニュースで、まず3人の漫画家に、うん、スポーツをテーマにした作品を書いてもらい、うん、その漫画をもとに作家が小説を執筆し、うん、その小説をもとに楽曲を制作しているという、はい。驚きの制作過程が明かされていて。本当の話。めんどくせえ。すごい。めんどくせえな、さっきね。ダメだけど。まあ、いや、でもすごいね。すごいね。まあ、その3人の漫画家。いや、でも全部メディアミックスだからいいよね、これ。そうだね。漫画は漫画でね、話題になるしね。うん。へえ。で、まあね、YOASOBIは小説からだからね。小説からしか本当に曲作らないのかな。推しの子は？だって、推しの子は漫画ですよ。漫画でしょ、うん、別に小説ではない。あ、小説、もともと小説。あ、もともと小説か、うん。ライトノベル的な。あ、そうか、そうか。あれですからね。じゃあ、それはそっからだから。うん、その芝居が。あの、牛の子の、うん、あの、はいはい、あなたは特別ですっていうのは、うんうん、あれは番外編のやつで小説であるんですよ。あ、そうか。ああいう、あの、なるほど、裏側、ね。裏側の、うん、あの、人たちの話があるんですよ。うんうん、あ、そうなの、うん、うん。だから、元は小説なんですよ。ねえ。小説にしなきゃいけないからね。だから漫画でもダメなんだね。だからね。そうそういうことだよね。そういうことだよね。うん、その驚きの制作過程が明かされて思っちゃった、うん。まず芸能人に不祥事を起こしてもらい、はい、その不祥事をもとに作家がネタを執筆し、そのネタをもとに漫才を制作していく爆笑問題は、お笑い界の夜遊びで間違いないと思う。確かに我々も不祥事ありきでやってますからね。そうだね。たまに自分で裏口疑惑とか自分で作った時ありますからね。自分で炎上して、それをネタにする時ありますからね。たまにね。うん。俺の病気とかね。そうそう、お前の病気玉取ったとかなんとかって。もう自作自演じゃねえかっていうね。ほんとね。そういう時ありますからね。先に不祥事やんなきゃいけない。そうなんだよ。めんどくさい家庭なのよ。めんどくさいですよ。元祖夜遊びですよ、我々。全然でしょ。え？夜遊び問題ですよ。ねえ、だから笑って人類をね、夜遊びが曲にしてくれたら。だからそれ俺、ところどころで実は言ってんのよ、前。あの、出版の時に FM で、TFM で誰かに呼ばれた、あの時は誰だっけ、福川かなんかに呼ばれた時に、そんな話もしてて、なんか、あ、知ってますよ、夜遊びやって、スタッフがさ、なんか、TFM でも番組、ちょっと言っといてくんないかな、みたいな。せこいな、俺。せこいよ。全然相手にされてないっていう。この悲しさね。玉袋お前の気持ちわかるぞ。美しく枯れるがね。美しく枯れていこうぜ、俺たちは。はい、一旦コマーシャルです。火曜ジャン、爆笑問題カーボーイ。TBS ラジオ夜の推薦曲、山内真知子で猫になったら。
爆笑問題カーボーイ。今就活中の君へ、大丈夫、この経験できっと君は成長している。悩んでいるなら一度三和シャッターを訪ねてみてください。悩みを乗り越えた先輩たちが笑顔で活躍しています。三和シャッター。 TBS ラジオ主催、南こうせつラストサマーピクニック in 武道館、9月23日午後5時開演。場所は日本武道館。ゲストはさだまさし、森山良子。デビューして55年、南こうせつがライフワークとする伝説のライブイベント、サマーピクニックは今年で最後となります。南こうせつが万感の思いで臨むステージにぜひご期待ください。お問い合わせは共同東京、詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三和シャッター、フルタイムシステム、他各社の提供でお送りしました。火曜ジャンク、爆笑問題カーボーイ。90歳、何がめでたい。90歳の作家、佐藤愛子先生の人生相談。長生きの秘訣を知りたいです。知らん知る時は知る。原稿書き始めたらすっかり元気になっちゃって。夫が嫌いです。どうしたらいいでしょうか。そんなクソ男にはね、はっきり言ってやったらいいんです。私あんたのこと嫌いですって。人生100年時代、老後が不安です。いいじいさんになれますかね。いいじいさんなんてつまんないわよ。面白いじいさんになりなさいよ。ぜひ劇場で、あなたの悩みも一生両断。作家佐藤愛子を草笛光子さんが演じる笑いと共感の痛快エンターテインメント。老後の資金がありませんの前田哲監督最新作、映画90歳何がめでたい、6月21日公開。 TBS ラジオ主催、葉加瀬太郎音楽祭2024、6月1日土曜日、明治神宮外苑総合球技場軟式球場にて開催。出演は葉加瀬太郎、今井美希、エグザイル高博、奥田民生、清塚信也、島津亜矢、羽田武文、村地香織ほか。世代を問わないご家族連れも気軽に参加できる野外フェスティバルです。詳しくは共同東京または TBS ラジオホームページをご覧ください。今週の思っちゃったの続きです。ラジオネームバナザードアップショー、うん、太田さん、大手飛車取りをされて王より飛車を優先して逃がす人、こんばんは。いやいやいや、ダメじゃん、それ。いや、ありがちな、あの初心者にありがちな飛車逃がしてどうする。飛車の方が大事なんだよね、でもね、なんかね、わかるけど飛車の方が好きじゃん、絶対王より。飛車が一番、そう、もう ね王は、まあ、要は取られないだけの、何にもできないから、そう、王ってさ、王でなんか攻めることはほぼないからね。王で攻め出したらもう終わりだから、ね、最初の頃だなんてもう、ほんと小学生の最初まで、王がどんどんさ、相手の方に行って、一人でさ、戦った時あるんだもんな。勇敢な王様がね。勇敢な王様。勇者か、お前は、みたいなさ。ほんとにさ。5月26日、グレーの拓郎が、53歳の、そりゃそうだね、拓郎くんもね、53になるわな、うん。誕生日を迎えたというニュースを見て思っちゃった。はい。もしも、拓郎の後輩に、全く努力もしないのに、すぐに弱音を吐いて、諦めてしまう人がいたら、拓郎は、すぐに諦めるな。一回、死に物グレイでやってみろ。死に物グレイでやってみろ。と、アドバイスすると思う。死に物グレイは言わないでしょ。ね。
会ってないね、グレート。そう、だけどそっか、そんなに下なんだね、よく考えて。俺らの6。そうだよ、若かったじゃん、だってグレート。そっか。うん。でも、改めて年齢のこと考えたこともなかったけど。ああ、すごい若かったじゃん。そんな若かった。若かったよ、若い。なんか、生きのいいのが出てきたなんて感じだったよね、当時。まあね。俺らが、33、4の頃、うん、ちょうどグレーが、バーンとね、ポップジャムで、ね。もう、だから、毎回来てくれたよね。ね、うん。一緒でしたけどね。グレーと、だから、あの、なんだっけ、俺らが揉めたあの、ラルク。ラルクと、うん、揉めたじゃないんだ。河村、キャワムラ。キャワムラ。あのルナシーね。ルナシーと、あの三大ビジュアル系だ。ビジュアル系がそこだよ。ビジュアル系にそこをくくっちゃダメなんだって、ラルクアンシエルは。それで揉めた。それで揉めたんだから。シェルとシエルもなんかうるさかったよね。そう、シエルね。ラルクアンシエル。シェルって言わないでください。ラルクアンシエルじゃないよ。シエルだからね。うん、ラブリーネーム、明太子。太田さん、芸人人号の第3弾を買ったつもりなのに、間違えたらしく第2弾を注文してしまい、うん、困ったので、定価で井口に売りつけた人、こんばんは。そんなことはしてないです。3弾ちゃんともらいましたから。読んだんですか、読んだん？まだだからちょうど半分ぐらいですね。いいとこですよ。あの、コロナが明けて。うん。お店さん。コロナなんかとっくに明けてますよ。いやだから俺の読んでる芸人人号の中ね、これ第2弾の途中でしょ。だってコロナ明けなんて、明けの話題のとがあるんですよ、尾身さんのお話とか、うん、それが、ね、ちょうど中盤ぐらいです今、本でここ1年半ですよ、あれ、あの連載、うん、コロナのお話を書いてましたよ、うん、5類になった、5類になったっていうこと、そう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 、そうだからその前ぐらいにロシア、ウクライナの話とかもね。はもうだって2段の最後で、うんうん、だから安倍首相の暗殺からですか。そうそう、知ってますよ。俺読んでるから。マジで。読んでんですよ。どう。いやだからすげえいいっつって、であととにかく最後の 1,2、うん、行とかがすごいいい時が。うん、なんで最後に。いや本当最後最後。失礼だよ。じゃじゃじゃどんだけ書いてる。いやじゃと思って。だから その中でも最後に刺さる感じで。うん、とか、あと途中に急になんか思いついたり、そうなんですよ、もう 急に思いついたり、急に横道それでしょ、そう、もうあの噛みつく時とかあるじゃないですか、うん、ああいうところが面白いです、うん、ああ、うん、そうですか。太田さんがマックファン7月号の表紙になってて、もうちょっとこの間ね、マックファン、マックファンってマッキントッシュ、うん、はい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 、昔表紙やったの覚えてる？お台場で撮影した。そう！あったね。あった、お台場で撮影した。そう。うん。あれ表紙撮影の時さ、見せてもらった。前、昔やってもらったんですよ。随分前ね。懐かしかったよ。だからまだ、だから、それこそお台場で、うん。馬なりくんとかが始まった頃ですよ。そっか。うん。うん。随分前。随分前ですよ。グレート毎週会ってた頃。会ってた頃ですよ。うん。あれを、だから、前のやつを見せてもらって、見たらさ、もう言ってみりゃさ、もう、この、その間の進化ってすごいじゃない。ああ、まあね。だから中の広告とかさ、すごい大容量のハードディスクが出たとかさ、そういうのが書いてあるわけ。はいはい、こんな全部いらねえ今、みたいなのを、だから随分進化。だってまだインターネットがないですから、あの頃。いや。あるでしょ？あ、な、もう、まだ、だから、俺らが、セットギガで、うん、あ、インターネットとは何者だみたいな、ね。なんとかちゃんから、散々説明してもらって、一向に理解できなかった頃。そうそうそう。あの頃ですよ。あの頃。あれはそれ前ですよ。ギガだから。だって、Windows95 とか行って。そうですよ。だから、それもっと前だから。だから、それは98年ぐらいですよ、馬なりくんは。うん。あ、じゃあ、馬なりくんじゃないかもしれない。うん、だから、その頃、ちょうど、うん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 。ちょうどその頃に。はい。だインターネットで、俺がだって、中の記事で、あの、うん、ニフティサーブをやってます。ニフティ。ニフティサーブをやってます。言ってんだもん。ああ。だインターネットの説明を受けて、一向に理解できなかった。そう、わかんないね。プラットフォームとか言われても何のこと、まあ、何の嘘だ、みたいな言ってた頃ですよ。未だに俺分かってないからね。でも今はほら、見てて分かるじゃん。はい、あ、こういうことかって分かるじゃん。世界中が繋がる。あの頃、世界中が繋がるって言われても、え？どういうこと？世界中に？
ニフティサーブができるのみたいなこと言ってたじゃん。そうなんですよ。だからニフティサーブみたいなのが世界中に個人でできて、うん、それが全部繋がるんですよなんて言われてもさ、うんうん、一向に分かんなかったじゃん。ねえ。いろいろレクチャーしてもらったよな。うん。その時はね、うん、それに対して微妙に嫉妬した田中さんがパチンコ雑誌パチンコ師匠ガイドマックスの出版社に掛け合ってめでたく表紙になり、うん、太田さんにお前がマックなら俺はマックスだなでそれとすごく嬉しそうに、そして得意になって言うと思う。わかんないけど、パチンコ秘書ガイドとかって、うん、そんなタレントさんとか表紙になるような、そういう雑誌はないよね。多分すっげえ派手なパチンコ台みたいな、イラストとかね、そういうイメージだけどね。うん、でも俺びっくりしちゃった。マックファンって、だからまだ、よく生き残ったねっつってんだよ。うんね、雑誌もダメなんだよさ。ね、うん、そうだよね。マックファンとかが、いわゆるそっちの世界がすごいから、うん、雑誌が今どんどん売れなくなってるようなもんだね。そうだよな。見たらもう外付け、ハードディスクとか、もう全部いらないもんばっかり書いてあって。昔のやつ今となってはね、うん。ラジオネーム、給料3ヶ月分のちくわ。太田さん、暑くなってきたので、そろそろ冷やしうんこを始めようと思ってる人。冷やしうんこを始めましたって。お前の家にな、必ず夏になると。始めてねえよ。萌えがかけるよな。かけようからです。何の情報しやす。ごしやすじゃね。6月のタイタンライブにさやかが初登場。あ、さやかくんさやかくんですよ。あ、そう。で、思っちゃった。おぼんこぼん仲直り企画のように、実は現在進行形で不仲と噂されているさやかを仲直りさせる企画が進んでおり、うん、最後はタイタンライブでネタ中にキスをして丸く収まると思う。いやいや、なんか一時期すっごい解散考えまで仲悪いって噂あったよね、なったっていうのは聞いてたけど、うん、今はもうそんなことないんじゃない、どうなんだろうね、うん、楽しみだね。でもさやか楽しいな、嬉しいですよ。はい、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三話シャッター、フルタイムシステム、他各社の提供でお送りします。見た目は美少女、頭脳天才、そして火力は大魔王、名探偵サラが岐阜で起きる事件を次々に解決。 CM で堂々と嘘つくんじゃねえ。予測不能の群像喜劇小説、変人のサラダボール、ガガガ文庫より発売中。アニメ化決定、コミカライズもあるぞよ。小学館。皆さん、 TBS ハウジングをご存知ですか。埼玉県、群馬県、栃木県の関東近郊に合計6会場、たくさんのハウスメーカーが住宅探しをサポートします。マイホームのイメージを少しずつ作り上げていく場所、それが総合住宅展示場の TBS ハウジングです。イベントのご案内やモデルハウスの見学予約など、詳しい情報は公式ページをチェックしてください。 TBS ハウジング。爆笑問題カーボーイ。さあ続いては飛び出せバウンディ君、うん、はい、ライブの MC で観客を煽りまくるバウンディのように、日常の中に突然出てきていろんな人を煽りまくっているバウンディ君を募集しております。ラジオネームノリノリキノコ、うん、小学生のバウンディ君、うん、お母さん、バウンディ今日テストあったんでしょ、何点だったの。バウンディ、そう簡単に教えるわけねえよな。おふくろ、キャッシュカードの暗証番号教えてって言われたらすぐ教えるのか。いやいや、全然教えねえよな。いやいやいや、子供だな、ま、それと一緒なんだよ。一緒じゃない、いくら親子でもプライバシーってもんがあるぞ。俺は絶対言わねえからな。お母さん、教えてくれたら点数悪くてもバウンディの好きなもの作ろうと思ってたのにな。バウンディ好き
きなものってなんだよ好きなものってなんだよお母さん、イカのバター醤油イカねバウンディ12点すげえなイカのバター醤油炒めすげえまだまだ子供のバウンディまだまだ子供よねえバウンディにもこんな時代があったんだねあったのかね、うん、親がバウンディとは言わないと思うよ ねえバウンディねえバウンディじゃんラジオネーム大体和音落語時そばを披露するバウンディ、うん、そういうのやってんだ落語やん落語家になっちゃった、うん、バウンディ、ね、ごちそうさま大将大将いくらだい16文になります銭が細けんだ手出してくれやひーふーみーよーいつむーなな や大将今何時だいなんで今聞くんだえ聞くんだったら会計前に聞けよ何を会計の途中で聞いてくれてんだ会計とか間違えたらどうしてくれんだよいや、そら。ああ、腹立つ誰がおめえみたいなお前やつら来るからお前よ金なんかお前やつから出る金なんか受け取るかお前そんな汚え金なんか最初からいらねえよおいもう二度と来るなあただでお蕎麦が食べられた新しい落語にね新作落語すごいっすよね、うん、なってんだねバウンディ落語やられちゃったらもう大変だよバウンディに落語、ね、どっちもバウンディなんだからさ、ラジオネーム大体和音3年 B 組の生徒になったバウンディはいいいですか人という字は人と人が支え合ってできてるんですね。うん、ほう。人という字がね。何ですかバウンディ君。何か質問でもあるんですかならよ。入るっていう字はどうなんだよ。それだって支え合って生きてるな。それは何と何が支え合ってるんだよ今は入るという字は関係ないですよ今は人と人とが支え合って頑張ろうということを話しているんですよお前仮にも教師だろうがよ生徒の質問を無視するのかよおい！こんなに可愛い生徒がわからないことを聞いてるのに、お前は無視するのか？職務怠慢なんだ！お前は教師失格だ！バウンディ君あなたは、クセッターミカンですほっはっきり言いやがったややこしいね武田鉄矢と対決してたねバンディったすごいね3年リーグにそういう生徒はいないな反抗するぐらいあってもなそういう生徒はいないいやだってそんなイチャモンはつけないでしょあでもたまにいなかった、うん、こういうなんかそれ違うと思いますみたいなあいたよまあねうんでもそんなお前やみたいなそんなやつあんまいなかったしあでもヒロ君とか割とそういう感じだった金髪さんよ金髪さんよだね、うん、てめえがおめえがみたいな感じまではいなかったそんな悪い子はいたよ悪い子加藤とか悪い子だけど、うん、そんな別に
いやでも徐々にだよ、徐々にな、最初来た時はどう、いや怖かった、どうなるもんかと思ったよね、衝撃的だったよね、本当に恐ろしかった、どうすんだ、どうすんだと思ったね、もう B 組終わりだと思った、もう終わり、もう来週ないなと思ったね、あれね、もう来週3話ぐらいで終わっちゃうだろうと思ったよね、あそこからよく持ち直したよね、持ち直したよ、桜中学、ああだからあの木刀工業の親父が頑張った、木刀工業あの親父が頑張ったのよ、頑張ったよね、あの下いい人だった、 PTA の人でしょ、え木刀工業ってなんだっけ、あの加藤の就職先とか、ちょっとほら、ああそうだ、工場か、工場か、そうかそうか、あの親父頑張ったよね、頑張ったよ、赤毛春江の教え子なんだよね、あそれは警察、あ警察か、うん、あそうだ、なんとかくんってね、あの力技はないけどさね、ねすごかったよねあれね力技、ラジオネームガンジスガワ、コンビニ店員のバウンディ君、いらっしゃいませ、おにぎり温めますか、おにぎり温めますか、おにぎり温めますか、おいコンビニでレジに来たらイヤホン外せ、いるよいるよ、礼儀だろ、そうね、いいかよく聞け、お客様は神様じゃねえんだよ、客だからってふんぞり返ってねえで、人と人との対話をしようや、そしたらこっちだって気持ちよくありがとうございましたって送り出すんだからよ、客、ああすいません、今ちょっとバウンディ聞いてたんで全然聞こえませんでしたありがとうございましたコンビニでバイトしてるはい、宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp まで、飛び出せバウンディ君の係までお待ちしております。椎名林檎とノッチ初 KO 勝ち、点で使っていない最新面肉体面の随面に立ってお新品未開封、点でもらっていない厳選一発材も鮮度一発材も最短で見舞って新しいミニゲーム、あーなんだよあーいって言うんじゃない、はい、新しいミニゲーム募集しております。ラジオネームショフテグルーチョ、お米ゲーム、はい、これは一人がお題の一文字を決めて、もう片方がその文字から始まる5文字のお米っぽい名前を考えるゲーム、お米っぽい名前、ええ、お米の名前は、うん、あコシヒカリ、はいはいはい、一目惚れ、うん、夢ピカリ、ピリカ、ピリカだよ ね、夢ピカリって書いてある、夢ピリカだよね、うんうん、みたいな親しみがあって覚えてもらえるようなものですと、うん、よりお米らしい名前を言えた、うん、方の勝ち。なるほど。判定は高橋さんにお願いします。はい。だから一文字目をまず決める。何かを言うところね、一つね。それ両方が考えるってことかな。出し合いですか。はい。じゃあ出題、勝った方が出題。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょい。おじゃんけんパーをちゃんと開いてさ。中途半端なパー。はい、じゃあ大さん勝った。ので何か文字を言ってください。僕が手、手、
て、て、てなり、じゃねえな、て、手もみ舞い。いいじゃん。こう手もみ舞いね。まあまあ、お米ですからね。なんとか舞いぐらいは、それ言わない方がいいのか、そういうのも。またちょっと違う。商品名じゃないような気がするけどね。商品名じゃない。無洗米みたいな。無洗米みたいなね。じゃあね、て、てろ、て、て、てり、てり、照り返し。照り返し。まあまあいい。照り返し。はい、はい。じゃあ、ろ。ロドリゲス。食いたくてよ。あんまりうまくロドリゲスはあんまりうまそうじゃねえな。ろくでなし。ろくでなし。うん。ろくでなし。これ逆でね。逆説的な。はい、なるほどね。は。花盛り。華やかな。ソクラテスロドリゲス、ソクラテスなんで外国の人の名前5文字ソロリムシソロリムシってなんだろあ、ソラアオシ。ソラアオシ。ソラアオシ。ク、ク。く草燃える大河ドラマか やるせなす石井ちゃんはい、難しいこれ。これは判定、高橋さん。何が一番ナスじゃねえかって話になっちゃう、最後ね。やるせ。どっちか決めてください。太田さん、早かった。早かったから。早かったからね。ロドリゲスとか。ロドリゲス。早かったもんな。はい、じゃあ続いて。ラジオネーム、モモンガ。はい。一人称当てゲームです。はい。まず一人が誰か芸能人一人の名前を挙げて、二、うん、人それぞれのがその人の一人称を想像し、せーので二人同時に言うと、はいはいはい、うん、ぴったり合ったらすっきり気持ちがいい。勝敗はありません、うん、例えば太田さんが北野武と言い、うん、せーので太田さんと田中さんがどちらも、うん、おいだ、うん、と言ったら二人の息がぴったりということです。はい、3回ぴったりを目標にやってみよう。なるほど。俺、僕、自分、私、私など、うん、様々な一人称がありますが、ここでの一人称は、実際その方の正解はともかくあくまで想像で、うんうん、想像だからね。日々働き詰めで何かと戦っているお二人です急にどうした。ですのでたまには勝敗なしで、はい、ゆるりとゲームをしてくださいと。はあはあはあ、そういう心遣いです。なるほどね。ありがたいですね。ありがたいね。じゃあ誰からいきますか。さあ出題はどうしようか。芸能人を決めるのは2人でどちらかが。じゃあとりあえずじゃんけんで勝った方が芸能人は。じゃんけんぽい。さあチョキね。チョキ。ね、それフォークみたいになってるからね。握りみたいになってるからね。じゃあ誰か芸能人を決めてください。芸能人。じゃあね。高木ブー。高木ブーね。うん、ちょっと待って。なんだよ。ごめん、くしゃみくしゃみ。知ってるけど、知ってるけど、わかるけど。じゃあ、一人称ね、想像してね。うんうん、いきますよ、うん。せーの、僕え、ブブーはそれはブーはねってほしいけど、ね、絶対言わないで。ブーはねブーはねブーのこと。そういう感じ。いや僕か俺だよ。まあこれはまあ正解わかんないしね、うん、これは合わなかったな、うん、じゃあ大津さん芸能人を誰か。
あ、俺か今度。ちょっと待ってね。はい、じゃあ、エポ。え？エポ。エポ？エポ。せーの、私。エポ！エポはーみたいな言ってそうじゃない。言わなそうだろ。エポ、歌手のエポでしょ、歌手のエポだけど。ダウンタウンの。ええ。歌ってた。うん。うん。エポはー。エポはーってあんま自分の名前そんな言わないそうだけどね。私？まあ俺は私かなと。ああ。じゃあ。だから3回会わなきゃいけないの、これ。うん。今日もう絶対回ってないよ。本当名前多いからね今のところね。デーモン小暮、はいはい、せーの、我が輩。これは分かる、これは分かる、いい問題、うん、これは分かりやすい、ね、じゃあね、これ出題も難しいね、合わせたいからね、そうね、合わせに行くかな、合わせに行ってください。あのちゃん。せーの、僕。これで楽しいか、これ。これ合わせられるんだよね。結構意外とそうなんだよね。ね。デヴィ夫人。ちょっと待って。せーの、私。ああ。私か、うん、ああそっか、俺私っつっちゃったな、ああそれは私だ、トラソンだよ、私生まれも育ちも葛飾柴又だよ、そうかね、うん、ああ私、ああ私だもんね、ああ2回しか会わなかったね、うん、はい、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボイ。世の中にはこのライブのチケットが取れた人が3万人もいるっていうのに、私はゲットできなかった。でも予定が空いたおかげで気になるあの人とご飯に行くことになった。彼もチケットが取れなかったそうだ。アンラッキーな私たち二人はご飯の後、そのライブを配信で一緒に見ることにした。この展開はむしろラッキーだ。8月3日開催、さらば青春の光単独ライブラッキーセブン。配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページで。TBS ラジオ公演、加藤登紀子100万本のバラコンサート2024、6月5日東京国際フォーラムホール C で開催。お問い合わせは03-3352-3875、 登紀子プランニング他各コンビニでもチケット販売中。誰にもわかんないよ明日のことなんて、大丈夫その言葉で世界が壊れ、TBS ラジオ夜の推薦曲「桃色ドロシー」でネバーランド。全てが輝き出した君の奏でるギターの歌に私はずっと救われてたはずなのに、閃光が切り裂いて君は消えた。だから誰正義のために、そして復讐のために、まっすぐに生き抜いた男と陰謀渦巻くデンマーク王家の物語を激しく描き出す。
シェイクスピア四大悲劇にして最大の問題作、ハムレットの原型、伝説のテキスト Q1 にて上演。 TBS ラジオ公演ハムレット Q1、 出演吉田羊、飯豊まりえ、牧島ひかる、大鶴佐助、広岡由里子、吉田栄作ほか。5月11日よりパルコ劇場で上演。チケット好評販売中。詳しくはパルコステージで検索。爆笑問題カーボーイ。さあ続いては怒りんぼ田中裕二。はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。ラジオネームクリームブリュークリームブリュルリクリームブリュルレ、ブリュルレ、ブリュルレでいいのか。クリームブリュルレってあるけどね、知ってます。はい、ブリュルレね。いやいや、俺が知らないけど、いやいや、今のなんか不安そうだから、だブリュ、読みづらい、読みづらかっただけね。だから言ってんの、クリームブリュレを知らないと思ったんだよ。ごめんなさい、本当にちょっと舐めすぎましたね。舐めすぎました。代々木上原をさ、いいか、いいか、かなり傘に来てくるよ。関係ないし。本当に、太田さん、田中さん、こんばんは。アラサーの田中裕二です。女性ですね。はい、初投稿です。先日友人の結婚式に参加したんですが、普段あんまり引かね、あんまり履かないヒールを履き、足首を痛めてしまいました。もう履きたくないなぁと思い、メルカリに出したんですが、出品したその日にコメントがつきました。私はとりあえず早く手放したかったので、元値の半額以下で出品しており、さらに箱なしでしたら1000円値下げしますと、でかいよね、1000円、お声掛けくださいと書いていました。コメントの内容は、購入希望です、箱はいりませんとのこと、私は1000円値上げし、値上げしました、よろしくお願いしますとコメントを返しました。こうやってメルカリで、ね、そういう感じなのね。すると、数分も経たないうちに、購入されましたの通知が来ました。ああと思って見たところ、コメントでやり取りをしていた方とは違う人間が購入したようです。これは通称、横取りと言われるものですが、メルカリ公式では、NG 行為とされているわけではないのです。これはなかなか微妙なところですよね。内心うわっと引きつつも、買ってくれるなら何でもいいやと思って、手続きを始めようと進めようとしたところ、私が出品している他の品物にコメントがついたとの通知が来ました。はい、ヒールじゃなくてね。見ると先ほどのコメントのやり取りをしていた方から、はいはい、まるまる買えなかったんですが、こうたんだねと、私は渋々、別の方に購入されてしまいました、申し訳ありません、とコメントを返しました。なんで私が謝らなきゃなんないんだよ、まあね、と思いつつ、するとそちらのやり取りはキャンセルできませんか。先にやり取りしていたのに、元値で買えますが、元値で買えますが、はい、と連続でコメントが返ってきました。まあちょっと怖いね、それね。はあ、いや、まあね、知らねえよ、キャンセルできるけどさ、相手が拒否したら結局そのまま取引するしかねえんだよ。揉めたらだるいだろ。まあまあそうだね。同じ品物を私が出してる価値より倍はするけど、出品してる人いるし、本当に欲しいならそっちで買えよ。つうか横取りしたやつ。そうだよ、そうなっちゃうね。貴様の下品な行為のせい、なんで私が申し訳ない気持ちにならなきゃいけないんですか。
横取り別に否定はしないけどさ、他人が値下げ交渉終わった瞬間に購入って貧乏人根性ばかしだろするなら、たかが千円ごときで渋るから悪いんだよかっこ笑いって、元値の時にさっと買ってさ、うん、田中さん、これって昔すいませんか。まあ難しい。難しいね、これね。まあまあ、でもその横取りに対しては、まあまあ、ムカつくでいいんじゃないかな。でも一応、だから、ね、別に。反則ではないんだよ。反則ではないけど、まあマナー的なことなんだろうね。これどういうことなんだろう、やり取りが見えるのかね。ねえ、やり取りを、そう、全員が見てるわけ？やり取りじゃなくて、単に値段が下がったっていう時点で買うってなったこと。ってことでもこの横取りした人っていうのは自分が横取りしてることは分かるか、分かってんのかね、どうなのかね、この辺難しいね、全然やったことないから本当分かんない、この世界どういうね、難しいですね、なんだよ慌ててお前は大さんが次の読みそうになったけども、次のコーナー行きますよってことでね、別に普通に左手だけ出せば、何で立ち上がったんだ今、立ち上がってねブルースリーの T シャツ着てる、何がブルースリーだってんだこの野郎、攻撃すんのかと思ってブルースリーだ、では続いてのコーナー行きます、 CD 田中、はい、 CD の歌詞の一部分に田中が以前この場で喋ったセリフを無理やりくっつけて作品を作ってもらっております。ほとんど聞き取れないからね今分かってる、ここは難しい、難しい、そんな急いで言わなくていいから、そうね、 CD の歌詞の一部分に田中が以前この番組で喋ったゆっくりでもいいっすね、ゆっくりでもいいっすね、ラジオネームストレンジラブ、はい、兄弟船鳥羽一郎、ほう、それと5月21日2時40分頃の田中、うん、兄弟船親父の肩身、バカ兄弟バカ兄弟じゃないよ、なんでだよ、バカ兄弟というやつ山川豊さんと鳥羽一郎さん言ってるみたいになるから、なんだよそれはね、ダメこれは、もう面白かったからちょっとテープ入りはするけど名曲、本当にいい、本当にいい声だよね。ねえ、ラジオネーム今に見てろキングドッカン、はい、僕の妹に加山雄三、はい、それと5月21日2時40分頃の田中、うん、どんなことがあってもくじけるなよ、僕の妹だろ、まず妹にそんな AV の返却を頼むな何やってんの、どんなことがあってんのなあ、くじけるなって、くじけるなじゃない妹にダメね、うん、これもいい曲ですけどね、うん、聖子ちゃんにこの曲を歌って聖子ちゃんが涙するっていうシーンが昔ありま、テレビで、ヒットスタジオかなんかで、いやな、違う、ヒットスタジオのイメージじゃないけどね、何の番組かも全く覚えてないけど、ステージみたいなとこで、うん、加山さんがピアノを弾きながら、うん、妹ならっつって、それを聖子ちゃんが、まあ、嘘なけど、嘘じゃねえよ涙出てた、涙出てたと思うよ、うん、青い珊瑚礁でね1位になった時のお母さんは涙が出てなかったで話題になりましたけど、ラジオネームストレンジラブ、うん、ハイウェイスターディープパープル、名曲ですよ、うん、それと5月21日1時36分頃の田中、はい、
何やってんのお前。出てこなくていいからお前。何出てきたら一番大事なところで。今週殿堂入りしましょう。いや洋楽だからどうなのかなと思ったけど。ねえ、イントロ長いんだね。続きまして、二人かぶりましたね。はい、ラジオネーム、コウガ、久しぶりじゃない？コウガね、うん。それとラジオネーム、フラチナ、フラチナ太郎でいいのかな、うん、シークレットベース。おうおうおお。君がくれたもの、うん、ゾーンですね。はいはい、それと、5月21日、2時頃の田中。うん、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月まで出会えるの信じて。お前調子乗ってんだよ、お前は本当に。今すげえ人生楽しそうだけれども、結構こっからの10年辛いから。10年後。そんなこと言うなよ、言っちゃダメよ、若い子にさ。ねえ、いい曲なんだから。楽しみにしてんだから。ねえ。うん。はい。これ、あれだよね。歌ってくれたよね、番組に来て、ね。あ、歌ってくれた。10年後にね、そう、本当にね。うん、そうそうそう。再結成してね。はい、はいはい。あの時すごい良かったよね。うん。うん、ラジオネーム、りょう。うん。私がおばさんになっても、森高千里。うん、それと3回入ります、はい、5月21日2時24分頃と5月21日2時27分頃の田中、うん、私がおばさんになってもリスコに連れてくろ、まずゾウを連れてく。ミニスカートはとても無理よ、若い子には負けるわ。その扉を思いっきり象がまずぶち破ってくれる。私がおばさんになってもドライブしてくれる。その回象を盗なきゃいけないけどね。そのおばさんとか関係ないじゃん。象を連れてくるんだね。おばさんとか今とか関係ないじゃん。象を連れてくるんだね。なんだこの世界。はい、おはぎなどは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボイ、メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP、 辞書氏名もお忘れなく、おこりんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけた例歌を書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでおはぎメールを待ちしております。曲です、あいみょんで眠い。